だなってお相撲さんなんですけどお相撲さんがいる。はい、こんにちは、ルサマリアです。今日はワコールさんの最新の 3D スキナーで胸のサイズを測りに来ました。過去の動画で3サイズとあと体重は公開してるんですけど、細かいあの胸のサイズとかまだ公開しないんですよ。最近本当太りすぎていろんな人にあの胸のサイズが J じゃなくて K なんじゃないかとか言われるんですよ。なのでそのあたりもねちゃんとはっきりさせたいなと思います。ちなみに5秒で全部のあの測定が終わるらしいんですよ。だから例えば胸のこのなんだろう、右と左のこの何間の距離とかも分かるらしいんですよ。すごくないですか。なのでねちょっと測っていきたいと思います。はい、というわけでお店の前に来ました。東急プラザ表参道原宿店のワコールさんに来ています。では早速行ってみましょう。本当に 3D って書いてある。あそこ、この部屋の中でさ測られてるんですね。なんかすごい、これで測れるってこと？すごいすごい。ここ一つ一つがカメラになってるってことかな。カメラっていうか計測、なんかこことかこことかこことかで、ここに立ってこのモニターをいじって計測してくれるっていうような形なんですね。ちょっとこんなんで測れるってすごい、めちゃくちゃ最先端なんだけど大丈夫かな。なんかいろんなね、なんだろう、私が見たことない場所のなんていうの、測ったことないサイズも分かるってことでしょ。だから本当私離れ父だからどのくらい離れてるのかめっちゃ気になる。てか笑っちゃう。はい、なんか測り方もここに書いてありますね。なんだろう、計測専用ブラジャーの着用方法、ブラジャーの着用サイズ。私絶対こっちじゃん、アンダー80センチ以上の人じゃん。かがんで下から足を入れて、それでブラジャーがバストに合ってるか確認、バストと下と縫い目が合ってるか確認。これでじゃあそのさっきの撮影ルームに入るってことですね。これすべてなんかこれすべてセルフでやるらしいんですよ。もうあの店員さんとかも入らないで一人で、だからなんかすごいプライベートな部分も守れるし、私はすごいいいなと思います。あの従来の測り方って店員さんにおっぱいとか触られるんですよ。でもこれだったら触られないし、なんか恥ずかしくないかも。なんだろう、みんな気軽に来れるし、なんかいいなってすごい思った。だから早速ちょっと測っていきたいと思います。後でお楽しみに。はい、ということで測定の結果なんですけれども、なんと測定不能ということで。はい、なんでかっていうと、あの G の90センチ以上は測れないらしいんですよ。店員さんにも言われたんですけど、正確なカップはわからないって言われて、もし正確なのをもっと知りたいんだったらドゥーブルベっていうセミオーダーができる、まあ、ワコールの系列なんですけど、そちらで測ってもらえるといいと思いますって言われました。ということで私はこれからも J カップでいきたいと思います。皆さんもねよかったらワコールさんに立ち寄ってみてください。正確な数字がわかると思うので。はい、ということで皆さんまたね、バイバーイ。ちょっと待って、お相撲さんなんですけど。お相撲さんがいる。笑いが止まんない。じゃあ次サイド行きますね。やばくない、何これ、これ相撲部屋だわ。はい、バック、何これ、お尻何どうなってんのこれ、すごい上からも見れるんだ。なんか右のおっぱいより左のおっぱいの方が大きい気がする。やっぱ心臓左にあるからかな。すごい、こうやって回るよ。ね、これ面白いこれ。